皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。災害史解説シリーズ、今回のテーマはこちら。キャリントンイベント、何のことだか想像がつかないぞ。地震や台風、噴火の話じゃないのか？キャリントンイベントは、1859年に発生した大規模な太陽フレアのことだよ。太陽フレアって磁気嵐を起こすやつだっけ？太陽フレアによって発生した磁気嵐は、電気、通信インフラに大きな影響を与えるものなんだ。通信技術の発展した現代社会にとって、新たに出現した災害であると言えるね。新時代の災害か。それでも過去に発生した記録があるんだな。それを学ぶことで、将来必ず発生する太陽フレアに備えることができると思うよ。まず、太陽フレアがよくわからないんだよな。太陽フレアは太陽表面で発生する爆発現象のことだよ。太陽の周りに発生する炎の柱か。これはアニメなんかで見かけるよな。これが発生すると宇宙空間に向けて大量のプラズマ、荷電粒子などが放出される。これを太陽風と呼ぶよ。この太陽風が地球に影響を与えるんだな。中身がプラズマ、荷電粒子というけど、それは一体何なんだ？原子は陽子と電子が結合して成り立っている。しかし太陽の超高温の環境では、結合が崩れて電子が自由に飛び回るようになる。これをプラズマと呼ぶよ。プラズマ状態では、原子は結合している電子を引き剥がされる。電子を引き剥がされた原子を陽イオンと呼ぶよ。分子は原子の組み合わせによって全く別の物質になるけど、原子は電子の数が変わっても、イオン化するだけでその性質は変わらないのか。そうして引き剥がされた電子と陽イオンが、大量に放出される現象が太陽フレアということになるね。太陽フレアの発生は太陽活動が活発化する時期に多く見られる。太陽活動の活発化は黒点が多い時期と聞いたことがあるぜ。実際、今回のテーマであるキャリントンイベントに名を残した、リチャード・キャリントンは太陽黒点の観測を行っていたイギリスの天文学者だよ。1859年9月1日、太陽黒点の観測を行っている時に突然、5分間ほど太陽表面に明るい光を確認。これが太陽フレアが観測された最初になるよ。天文学の歴史に残る観測だったんだな。キャリントンによるフレア観測の17時間後、地球上では様々な現象が確認された。太陽フレアによって放出された電子と陽イオンは、地球の磁場に導かれて北極と南極の大気と相互作用を起こし、この際に発生するエネルギーの放出がオーロラとして現れる。美しい景色だな。一度はリアルに見てみたい光景だぜ。キャリントンイベントでは通常よりもはるかに多くの太陽風が押し寄せた結果、普段オーロラが見られない地域でもオーロラが観測された。カリブ海やメキシコでもオーロラが観測されたんだな。ロッキー山脈上空に現れたオーロラのため、人々は朝だと勘違いして朝食の準備を始め、東海岸ではオーロラの光で新聞を読むことができたという。日本においてもオーロラが目撃され、複数の資料が残されている。そのうちの一つ、青森県弘前市の金木屋日記を読んでみよう。2日夜に見えた赤みは青森では対岸の火事に見えていたようだ。大畑あたり、あるいは知らないの田舎の方かと思い、みんなが見に行ったという。しかし、夜中の12時頃見てみると、青森の先の方でも明るくなっていたとのことだ。この日の夕方は、西北、西南南にとても珍しい雲が出た。これを見て、夜になっても夕焼けが残っているのだなぁと言っている人もいたが、夕焼けが夜まで見えるのは、とても不思議なことである。弘前藩の情報によれば、昔、大地震の前には北の方が真っ赤になることがあったそうで、これは火事には見えなかったという。日本人はオーロラを見たことないから、遠くの火事と勘違いしたのか。何が起きたのかわからず戸惑っただろうな。さて、オーロラの出現は人々を戸惑わせたが、それだけでは終わらなかった。太陽風により地球の磁場が乱れると、地球表面を流れる地磁気誘導電流が増加する。
これが電線やケーブルに侵入することで、意図しない電流が流れてシステム異常を起こしてしまう。1859年のキャリントンイベントでは、ヨーロッパと北アメリカの電信システムが故障し、場合によっては異常な電流が通信員を感電させることもあった。電信の鉄塔からは火花が散り、電源オフしたはずの通信機が使用可能になった。これはボストンとポートランド間の電信線のオペレーターの間で行われた通信記録だよ。15分間、電源を完全に切ってください。はい、現在切断されています。こちらも接続されていないので、私たちはオーロラから電流を受けています。私の通信の受信状態はどうですか？電源を入れている時よりも状態は良いです。電流は徐々に増減しています。電流が非常に強いので電源なしで作業ができます。オーロラが電源を中和したり強化したりしているようです。中継機には電流が強すぎるので、このトラブルの間は電源なしで作業しましょう。わかりました、作業を進めましょうか。はい、どうぞ。こうして電源を使うことなく、オーロラによって誘導された電流だけを使って、2時間にわたり通信業務が行われた。史上初のオーロラを使った通信か。19世紀は電信くらいで済んだかもしれないけど、現代で起こったらあらゆる通信、電子機器が影響を受けるだろうな。実際にキャリントンイベントのような大規模な太陽フレアが地球を直撃した場合、どのような影響が出るのか、研究が行われている。それによると2週間にわたって船舶、航空、警察、消防、防災など各種無線と携帯電話システムが断続的に使用不能になり、110番、119番などの緊急通報もつながりにくくなる。これだけでも人命に関わる重大事だな。もちろんテレビやラジオなども使用できなくなるよ。さらに気象観測、航空管制、防衛など各種レーダーも観測能力が低下して、社会生活を支える公共用システムに重大な支障が生じると見られている。GPS も正常に機能しなくなるため、カーナビや自動運転、ドローンの位置精度も大幅に低下し、GPS を使用した農業建設機械、車両、ロボット、鉄道、船舶など物流面での影響も大きいとされる。また、衛星の電子機器異常、太陽電池劣化による寿命の大幅な低下。さらには地磁気嵐によって密度の増した大気の抵抗により、低軌道で運用される衛星は軌道高度が低下し、大気圏突入により失われてしまう。衛星を使用しない形で航空機の運用は可能なものの、高緯度領域では乗務員が宇宙船により被爆する恐れもあるため、迂回航路を選択せざるを得なくなる。地磁気誘導電流が発生し、保護装置が誤作動して大規模な停電になる可能性もあり、変圧器の加熱による損傷も各地で発生すると考えられている。実際、1989年の磁気嵐ではカナダのケベックで変圧器が損傷して、600万人が影響を受ける大停電が発生している。さらに1972年の太陽フレアでは、北米全体の送電電信網障害が発生し、ベトナム北部に仕掛けられていた、米軍の機雷が誤作動して勝手に爆発する出来事も起きている。おい、核兵器とか大丈夫なんだろうな？以上の事象は現在想定されているものだけど、これ以外に予想外の影響が出る可能性も十分考えられる。こういった太陽フレアへの対策って何かあるのか？日本では1949年から磁気嵐による通信障害を警告する電波警報が運用されているよ。現代では宇宙天気予報として必要な警報を発する体制が取られている。とはいえキャリントンイベントは観測史上最初にして最大の太陽フレアなので、情報化の進んだ現代で発生した場合にどれだけの影響があるのか明確ではないんだ。実際に起こってみないとわからない部分も多いんだろうな。キャリントンイベントが観測史上最大の太陽フレアという話だったけど、こういう大規模な太陽フレアはどれくらいの頻度で起こっているものなんだ？近代的な観測が行われる前の話なのでわからない部分も多いのだけど、低緯度地域でのオーロラの目撃情報は資料にも残されていることがあるので、そうした資料から、かつての太陽フレアの手がかりをつかもうという取り組みも行われているよ。
えば1770年にも京都で扇状のオーロラが観測されており、絵図として資料が残されている。こんなにはっきりと描かれているんだな。さらに遡ると620年に日本書紀にオーロラの発生が記録されているし、海外でもバチカン写本のズークニーン年代記に西暦771年の最古の図像があり、紀元前567年のバビロン天文日誌、紀元前679から655のアッシリア占星術レポートが最古の文献資料となっている。近年では年輪や氷床コアの放射性同位体比の分析から、前660年、774から775年、992、993から993、994年に、観測史上最大級の宇宙線イベントが確認されている。キャリントンイベントを上回る太陽フレアの存在か。同時期のオーロラの記録をつなぎ合わせると、その時の太陽フレアの実像が浮かび上がってきそうだな。こうした研究も今後盛んになってくると思うよ。ということで、キャリントンイベントについて解説してきたよ。これまでとは全く違った種類の災害だったから興味深かったぜ。ちなみに2012年7月23日にキャリントン級の巨大フレアが発生。たまたま地球方向を外れたものの、こうしたフレアの発生は今後も起こりうることを付け加えておくよ。太陽の大きさを超えるような巨大なフレアだな。仮にこのフレアが地球を直撃した場合、日本では約 7.6 兆円、欧州で 18.7 兆円、アメリカで 23.1 兆円の損失が出ると試算されている。東日本大震災の経済損失は約17兆円だけど、太陽フレアは一国だけの問題じゃないからな。世界中が大パニックになることは容易に想像できるぜ。電力網や衛星など社会インフラに影響を及ぼす規模の宇宙天気現象は、10年ないし100年に1回程度の発生確率と言われている。東日本大震災では1000年に1度の確率が現実化したわけだからな。より大きなフレア発生の可能性も考えておいた方が良さそうだ。ちなみに、太陽の活動が活発化したことを示す黒点数は、約11年周期に増減を繰り返しており、2023年は極大期に向かって活動が活発化しつつあるよ。キャリントンイベントのような、大規模な太陽フレアがいつ発生してもおかしくない状況なんだな。2022年にスペース X 社の衛星、スターリンクが、49機中40機が機能を停止して落下しており、我々の日常生活に目に見える形での混乱は起こっていないものの、脅威は常に潜んでいると言えるね。あまり知られていない災害だから、こういう脅威があることを知れてよかったぜ。今回の動画はいかがでしたでしょうか？チャンネル登録、高評価をいただけますと幸いです。今後の動画作りの参考にしますので、コメントなどもいただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。